あ話しなさい。他の奴らはどこにいるの？知らねえんだ。俺はもうグレン界の連中とは手を切ってたんだ。今日はたまたま顔を出してただけで。嘘をつくな。くそ、応援はまだか。早くしねえと西村さんまでやられちまう。ミキコ、マサハルさん、なぜだ、ミキコ。こいつらが殺したからよ。こいつらがお父さんとお母さんを、マホを焼き殺したのよ。え、だがあれは真帆ちゃんのストーカーの仕業だって。そんなのはでっち上げよ。全部こいつらがやったの。なんだと。あ、足崎さん、てめえ死ねえ。してたんやってんな。はあ、一歩遅かったようやな。あんた何を守るつもりやったんや。どんだけタフなんだよ。
事故やったんや。殺すつもりなんかなかったよ。てめえ何言ってんだ。あの女の家、中には誰もいねって、旅行中やって聞いとったんや。だから火つけて。最高やったわ。ブチギレたあんたのパンチはよ。痛みを全部忘れさせてくれるくらいにな。なあ、もっと殴ってくれや。せやないと痛ってあかんのや。たまらんのや。ここがずっと痛いんじゃ。お前は死ぬまで怯えて苦しめ。ミコ、遅くなってすまなかったな。大丈夫なのか？何もされてねえのか？ああ、無事だ。今は眠らされてるだけだ。はあ、よかった。カイト、ノレイ、早くミキコさんを安全な場所に。説明してもらうぞ、すべて。ああ、引っ越し前で散らかったるが、まあ座りな。まさか依頼人がミキコだったとはな。なぜ言わなかった？俺らもミキコさんの正体を知ったのはつい先日のことだったんだよ。あの人がジュンの母親だなんて知らなかったんだ。ミキコが依頼人なのにか？ああ、彼女は名前も告げずに依頼してきたんだ。貞本潤という少年を保護してほしい。一緒に誰がいようと構わず拉致しろ。ただし絶対に危害は加えるなってな。どうも腑に落ちねえな。潤や旦那に何も告げず、よりによって悪徳探偵なんかに依頼してよ。あいつはどういうつもりだったんだ？あの人がグレンカイへの復讐を企んでることはもう知ってるな。ああ、だったらよ、俺らにガキ拉致らせて復讐を成し遂げたら、ジュンと一緒に海外にでも高飛びするつもりだったんじゃねえか。バカな。うん、ミキコさん。ミキコ。マサハルさん、無茶しやがって。助けてくれたの？忘れてか、俺はお前の用心棒だぜ。ミキコ！来ないで。来たら撃つ。
なあミキコ、本当に僕を殺すつもりかい？それ以外にここへ来た理由なんてない。そっか、ま、落ち着いて話そうじゃないか。話す？今さら何を。もう少し冷静に考えるべきだ。君は本当に僕を殺せるのか？どうなんだ？どういう意味？だってあの子は？ジュンはどうなる？僕はともかく母親のお前まで人を殺してジュンはどう思うんだろう。そういうこともちゃんと考えた上での行動なのかな？そう、優しい君なら当然考えてしまうことだよな。そして考えた途端に身がすくんでしまう。まあこういうところがこの女のいいところだ。そうだろ、カイトーさん。てめえ。でもこういう人間じゃ金儲けはできない。ビジネスチャンスってのはあちこちに転がってる。しかしほとんどの人間はそれをつかむことができない。答えは簡単だ。金と自分、それを最短距離で、しかも最速でつなぐことができないからさ。世の中の常識だの、煩わしい人間関係だの、そういうものにいちいちこだわる。そんなんだからダメなんだよ。だからお前は迷わず叩き切る。グレン会の連中や焼き殺された魔法ちゃんたちみてえに。そう、理解が早いね。あんた見込みがあるよ。夏目家の件はなかなかリスキーな選択だったけど、結果としては大正解だったよ。我ながらナイスなアイデアだったね、この野郎。今日や魔法たちを殺して大正解だって、ふざけるな。やっぱりあんたは死ぬべきなんだ、今この場で。なるほど、ジュンのことより僕への殺意の方が上ってことか。本気で人を殺す覚悟はできていると。 OK、 まずそれを確認したかったんだよ。話しやがる。ジュン、剣持ち遅いじゃないか。京ちゃん、悪い。サダムト、てめえ。おっと、動くんじゃない。動けばジュンの命はないよ。動けないだろ。この子は僕の血を引いてるからね。いつ寝首をかかれないとも限らない。しつけをしておいて正解だったよ。てめえ、自分の子になんてことを。さてミキコ、ここからが本番だ。何を。まずは余計なものから片付けよう。ジュンを助けて欲しければカイトを撃て。おい剣持ち、お前仲間を殺して回ってるのはミキコだと思ってるんだろ。なんや今さら、当たり前やろ。ミキコが言っていた、グレン会の連中を殺してやろうと現場に向かった時、
すでに連中は殺された後だったと。何者かが先回りして連中を殺していたんだ。何やと。ミキコが記憶を取り戻し、お前らへの復讐を企んでいる今、ミキコの先回りをしてグレン界の連中をぶち殺しちまえば、ミキコの仕業に仕立て上げることができる。真犯人はな、そうやってかつての仲間を殺してグレン界との過去の黒いつながりを消そうとしてたんだよ。てめえ何言うとんねや。わからねえか。お前の隣にいる貞本なんだよ。グレン界の奴らをぶっ殺してたのはな。何。最近貞本はメディアに頻繁に露出するようになったらしいじゃねえか。カリスマ経営者として名が知られてるようだな。だからこそ今お前らとの黒いつながりが明らかになるのはまずかったはずだ。それに考えられる動機は他にもある。貞本はミキコとグレン界の連中が接触するのを阻止したかったんだと思う。どういうことや。ミキコが知っている過去の事実とグレン界の連中が知っている過去の事実が食い違っていることに気づかれたらまずかったんだよ。その事実の食い違いにお前らが気づいたら、おそらく剣持、お前は貞本恭也を許さなかったはずだ。お前は言っていた。夏目夫妻と真帆ちゃんが放火に巻き込まれて死んでしまったのは事故だったと。本当は中に誰もいないはずだったってな。そうや、住人は旅行に出かけとるから中に誰もおらんと、そう聞いとったんや。当日家の中に誰もいない、そう言ったのは貞本恭也だろ。せや。だからなんやねん。お前がここに来る前、貞本ははっきりこう言っていた。夏目家の件はなかなかリスキーな選択だったが、結果としては大正解だったよってな。あいつは放火事件の夜、中に真帆ちゃんや夏目夫妻がいると知っていて、お前らに火を放たせたんだ。土地が目当てだったお前らにとって放火殺人までする意味はない。焼き殺せと言ってもためらうのが普通だ。だが貞本は夏目夫妻の莫大な遺産を相続し、自分の会社の危機を乗り切るために彼らに死んでもらう必要があった。だから貞本はお前らに嘘をついたんだよ。自分はアリバイを作った上でな。嘘やな、キョウちゃん。おっと、痛いところを突かれたな。貞本、お前が俺にミキコの捜索を依頼してきたのもグレン界の連中より先にミキコを探し出して始末するためだな。俺がミキコを見つけたら監禁でもしておいて、グレン界の連中を全員ぶっ殺す。その後頃合いを見計らい、自殺に見せかけてミキコを殺すつもりだったんじゃねえか。やっぱあんた見込みあるね。キョウちゃん、なあ、あいつ何言っとるんや。あんな嘘やんな。放火事件のあったあの夜はね、真帆ちゃんの誕生日だったんだ。キョウちゃん、夏目夫妻も真帆ちゃんもワインが大好きでね、
ヴィンテージもののボルドーワインを記念に送ってあげたんだ。100万くらいしたかな。一方その頃僕はレストランで妻とディナーを楽しんでいた。もちろん真帆ちゃんにはその場で電話してちゃんとお祝いしたよ。真帆ちゃん、ワイン美味しいですって言ってたな。ワインにはうるさい夫妻も絶賛してたとか。隠し味で睡眠薬を入れておいたからちょっと味が変わっちゃったかなって心配してたんだけど、大丈夫だったみたいで安心したな。3人ともぐっすり眠ってただろうから、きっと苦しまずに行けたと思うよ。京也、あなたはなあ、京ちゃん、いつもの冗談やんな。そろそろのはずだけど遅いな。聞き始めたみたいだね。よかった。シュちゃん大変だ、会場が。思ったより時間がかかるもんなんだな。おい貞本てめえ、何しやがった。おお、これはなかなか歴史に残る事件になるんじゃないかな。君たちも見るかい。壮観だよ。元気でやってる。そうなんですよ。どうですか、俺が言った通りだったら。いつでも言ってよ。楽しみにしてるよ。あの話はどう？どうしたの？よし、残り4人全員やったぜ。大成功。てめえ酒に毒を。あはは、遅効性のものをね。たくさんの人間を一気に始末するときは即効性だと良くないんだ。飲むのが遅れたやつに毒がバレて飲まなくなっちゃうだろ。いやー、しかし効果が出るまで時間がかかったので効かなかったんじゃないかとヒヤヒヤしたよ。ごめんな剣持ち。葬式は盛大に開いてやるから成仏しろよ。無関係な人間まで。だって仕方ないだろ。グレン会創設メンバーの連中が集まる席はあったけどさ、関係ない連中も来て飲んじゃったんだから、そこまではさすがの僕でもコントロールできないな。それに象に狂った復讐期ならそのくらいした方がリアリティがあるだろ。民衆はドラマチックなストーリーの方が好んで信じたがるものだ。このクソ野郎が。さてミキコ、最後は君の出番だぞ。カイトを殺せ。そうすればジュンだけじゃなくお前も助けてやるからさ。何を言ってるの。ああそうだな、
まず僕の書いたシナリオを説明すべきかな。僕は今夜この会場にはいないことになっている。サプライズゲスト扱いで数人のメンバーしかそのことを知らないんだ。もちろん毒が混入された調理場には君の指紋と髪の毛を残しておいたよ。そして屋上からはかつての恋人の射殺死体が発見される。カイトーさん、あんたの死体だ。ついでに近々夏目家放火事件にグレンカイが関わっていたという事実がリークによって発覚するよう手はずも整えてある。トータルで考えると、ミキコ、君が復讐のためにグレンカイの連中を殺して回った末、パーティー会場で一気に全員を毒殺、それを嗅ぎつけた元恋人さえも射殺した。そんな感じだね。とりあえず全ての犯人はミキコ、君だからね。でもそこで放り出しはしないって。カイトを殺せば1億くれてやる。その金で海外逃亡して純とつつましく暮らすのもいいだろう。だが逃げ切るのも大変だ。罪悪感に苛まれ生きていくのも辛いだろう。だからおすすめはカイトを殺した後君もここで自殺するってシナリオだね。なんだと？おすすめのシナリオを理解してくれるなら純にはボーナスとしてさらに1億渡そう。そのくらいは父親としての責任を果たすつもりだよ。殺せ！さあカイトを殺すんだ。人を殺す覚悟ならできてるんだろう。グズグズしてると本当に純が死ぬぞ。やっぱり悪魔だった。私が甘かった。ごめんなさい、あなたまで巻き込んでしまって。ミキコ、そいつを貸せ。え？じゃあこうなったらそのシナリオはどうなる？何の真似だ？俺のシナリオはこうだ。元恋人に罪をかぶせるために山ほど悪事を働いた男を元ヤクザが始末した。俺が懲役くらえば済む話だ。お前の手まで汚させてたまるか。純のためにもな。俺は的を外さねえぞ。とにかく俺は強い男になりたいんだ。大事な人を守れるような強い男に。だったら重要なのはな、ジュン、ここだぜ。なんだそれ。ま、いずれ分かる時が来るさ。お前がそうなりたいって思い続けることができればな。痛ぶって楽しむ時間はなさそうだ。
警察が来る前に肩をつける。全部作った嘘だった。初めから全て。あの事件の後だって真帆たちを殺した奴とも知らずのうのうと生きてきた。どんな気分だよ。なんで平気でいられる、この悪魔が。ミキコ、やめろ。もっと早くこうするべきだった。ミキコ、お前もなくしちまうぞ、一番大事なものを。そうだった。憎しみに逃げ込んだ。一番大事なものが目の前にあるってのに、俺は親父に怪我をさせた奴らに復讐することを選んじまった。だがお前は間違えるな。母ちゃん、また俺を置いていっちまうのかよ。なあ母ちゃん、俺のことも嘘だったのか。嘘だったのかよ。
なあ、行かないのか？ん？ああ、行くよ。ジュンに、マサハルさん？よう。カイトーのおっさんが送ってきてくれたんだ。一人で行けるって言ったのによ。そう、マサハルさん、ありがとう。いいんだ、俺もお前と話したかったからな。そっか。やっとまともに話せたな。そうだね。元気だったか？いや、記憶喪失だったやつに聞くのも変か。そうかも。ジュン、よかったね。あなたのヒーローと一緒に冒険ができて。うん、久々に見たらたくましくなっててびっくりしちゃった。ほら、あいつの腕ひねり上げて倒しちゃってさ。うん、護身術母ちゃんに昔教わってたから。なあミキコ、お前はこれからどうするつもりなんだ？どうって？いや、家とかどうすんのかなと思ってよ。あんなことがあった後だし、家にも居づらいだろ。ああ、それはそうだね。どうしよう、まだ考えてないや。だけど。だけど？うん、なんか白川さんがね、気晴らしに純と3人で旅行でもどうかって言ってくれてるの。旅行？どこに？世界中、どこにでも好きなところに好きなだけだって。ま、冗談だろうけど。ああ、そうか。冗談なんかじゃねえと思うけど、あのおっさん医者だし金持ってそうだもんな。カイトーのおっさんと違って。うるせえよ。ミキコさん、中で一緒に映画でも。手紙見たぜ。それで、あなたは何をしに来たんでしょう？何をって、そりゃあ、ミキコさん、ちょっと待っていてください。ミキコさん、これを。え？ミキコさん、僕と。待った！何でしょう？あ、だな。ミキコは俺が連れて帰る。連れて帰るってどこに？あなたの狭くて汚い散らかったアパートにですか？それはこれから考える。それに俺のアパートは意外と片付いてる。たまには掃除だってしてんだ。カイトーさん、あなたの気持ちは分かっているつもりです。だけど僕としてもこれだけは譲るわけにはいかないのです。だから。分かってる、きっちり話し合おうぜ。話し合いなんてしませんよ。え、じゃあどうすんだ？男らしく拳で決着をつけましょう。
は？おいおい、今時決闘かよ。それにミキコの気持ちはどうなるんだ？カイトさん、これは僕自身が納得するための戦いなんです。言ったでしょう、最初から決死の覚悟だって。お前、ミキコさんの心は僕の方を向いていない、そんなことは分かっています。ですがもしもミキコさんの前で彼女にとってのヒーローであるあなたに勝つことができたなら、彼女は僕の方を向いてくれるかもしれない。だからカイトーさん。わかった。だが大怪我しても知らねえぞ。その心配は無用です。ハングレ連中がミキコさんを狙っていると知った後、僕は誓ったんです。この人を守れる男になると。だからこの2年間必死にジムに通い、格闘技を習い、実戦を想定した特殊なトレーニングも積んできました。愛する人を守り抜く覚悟さえあれば、気弱だったただの医者も鋼の鎧をまとうことができるのです。わかった、その勝負受けて立つぜ。行くぞ白樺。来い海藤さん。俺の勝ちだ、文句はねえな。ええ、すっきりしました。すごく。ほんと男ってバカだよね。それで、あなたはどうしたいの？あ、私を連れて帰るとか言ってたけど。そうだな、意外と片付いてるってのは悪い。あれは嘘だ。あいつの言う通り狭くて散らかってる。風呂はカビが生えてる。え？引っ越す金もない。そうなんだ。仕事は一応探偵だ。だが収入は安定していない。給料未払いの月もある。それはちゃんともらわないとだね。だが一緒に来るか。